ハンソン軍はアメリカ合衆国のサウスダコタ州にある軍。2000年時点の人口は3139人で、軍庁所在地はアレクサンドリア。この軍は隣接するデイビービソン軍とミッチェルショートを形成している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積128平方キロメートルである。 このうち1,126平方キロメートルが陸地で、2平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの0.20%が水地域となっている。この群は下記の12軍区からなる。2000年国勢調査時の群の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、半村群には3,139人、1,115世帯、 および848家族が暮らしている。人口密度は3平方キロメートルで、1平方キロメートルの平均的な密度に1218件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人99.52%、先住民0.10%、アジア系0.13%、太平洋諸島系0.03%、 その他の人種0.03%及び根結0.19%で0.10%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。ハンソン軍に住む1,115世帯のうち34.40%は18歳未満の子供と暮らしており70.40%は夫婦で生活している。3.70%は未婚の女性が 世帯主であり、23.90%は家族以外の住人と同居している。21.70%は独居で、全世帯の11.60%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.82人であり、家庭の場合は3.33人である。軍の住民は29.50%が18歳未満の子供で、 18歳以上24歳以下が7.70%、25歳以上44歳以下が26.10%、45歳以上64歳以下が21.80%、および65歳以上が14.90%となっている。平均年齢は36歳である。女性100人に対して男性は100.30人似て、 18歳以上の女性100人に対しては男性は99.20にいる。軍の世帯ごとの平均収入は33,049九米ドルで家族ごとでは39,500百米ドルである。男性の27,112二米ドルに対して女性は22,16六米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は14,778八米ドルである。 総人口の16.60%、家族の12.50%は貧困線、以下である。18歳未満の子供の23.30%、及び65歳以上の15.30%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。